グリーンパーク、響きなだ緑地は、福岡県北九州市若松区にある都市公園である。北九州市若松区の富田貯水池を中心とした、市内最大の広域公園、響きなだ緑地内に位置し、1991年に開催された第8回全国都市緑化フェアの跡地に、翌1992年4月1日に開園した。なお、現在園内の施設となっている。 響き動物ワールドは1989年3月26日に単独施設としてオープンした。2014年4月より新たな指定管理者グリーンパーク活性化共同事業体がそれまでの財団法人北九州市と市整備公社に代わり運営を行っている。二千十九年五月百台を環状につなげた全長約六十三メートルのブランコを新設。 世界一長いブランコとギネス認定された。グリーンパーク北九州市公式サイト若松区の歩み歴史北九州市公式サイト北九州に世界最長ブランコ163メートルでギネス認定日本経済新聞2019年5月11日ペット大集合ポチタマ2010年3月19日19時19時54分テレビ 東京放送テレビ紹介情報価格 .com2013 年2月2日閲覧動物のお医者さん第116話で登場人物の一人が就職したという設定で登場は鎌ま区のグリーンパーク響きタワー31日で廃止25日から1週間無料登場サービス47ニュース2009年3月21日西日本新聞ありがとうございます